次回妖怪ウォッチは、未来から来た鋼の体を持つ妖怪、その名もロボニャン。かっこいい。俺っちロボットになっちゃうにゃん。仮面ライダー龍炎ブローアームズ妖怪ウォッチバージョン始まる。これは新しいアニメ妖怪ウォッチ仮面ライダー龍炎ブローアームズバージョンですよ。反対からやぶとキーン。それではスイッツワンチチチ。あるところに巨大ガチャコのマシン、デン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 、なんかでかいなこのガチャガチャ。やれ、やらないと殺す。わかったよ、やるかな。あ、ガチャガチャ、デン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 、果たしてこれは何だったのか。続く。
ど。あ、こんなんかある。これに飛び移るとまた下がりますよね。でも、特に上に行くとこはないんだ。よいしょ。あ、なんか刃物が出てきちゃった。この動画のコメント欄もしくは、まあ、ヒカキンさんとか実況を出している方なら実況者とヒカキンさんは実況っていうか動画、まあ、YouTube に。はい、撮りました。5匹目。音は気をつけていかないといけないですよね。ここは特に何もなさそうです。はい、行きます。あ、また声がこうだってことみたい。気に抜ける。危ない危ない。撃ちます。あ、本当だ。あの関節が、よいしょ。うわ、危ない。あの関節を壊すんだ、きっと。あ、また声がしてる。ここくぐれっていうことみたい。ムービーになりました。きっとなんか来るよ、やっぱり。では新しいシックスヒットコンボ。あ、いけない。あ、でもフィリーが使える。ここで使っちゃえ。フィリー使います。よっ。あ、あそこだ。 あそこがゴールですね。ここのここの、当選簿してたのが降りました。よいしょー。こっちかな？今のはこっちかな？なんかありそう。あ、ありました。面接。では、このコートヤードっていう方に行きます。Authorized Personnel Only って書いてあります。雨が降ってるってことは外なんですよね。あ、やっぱり。進んでいきます。あ、エッジだ。Okay.